じゃあ、佐野さん、よろしくお願いします。佐野さんは、今はどういった活動を？今は、女子プロゴルファーをメインに、試合態度をさせていただいて、年間サポートしているような形をとっています。今はね、女子ゴルフ人気ですしね。そうですね。特に日本は、すごい人気が高いですね。海外だとやっぱり男子の方が主流になっているスポーツになっているんですけど、でもここ最近はやっぱり女子もこう賞金も上がってきて活性しているような形になっているので、まあ、これから期待のあるスポーツ競技になっていくのかなと思ってます。はい、あのゴルフの世界では、まあ、あの女子でいいんですけど、はい、なんかトレーニングとかっていうのは、はい、ちゃんとこういろんなこうゴルフ特有のトレーニング方法なんていうのがあるんですか？そうですね。なんかその辺ってやっぱし、なんかどの競技も一応なんか特性というところで、はい、見ながらやっていく、メニューを組んでいくような形はあるんですが、まあ僕の中ではシーズンに分けて、メニュー作りをしていくような形ですね。なるほど。はい。ゴルフのシーズンというのはいつから何月ですか？3月から、日本の場合は3月から、11月ぐらいまで、結構長期間、毎週あるような形なので、そうですね、ちょっと他のスポーツとは、違うところが特徴的かなと思います。この後もうあれですね、シーズン中はなかなかトレーニングというわけにはいかないですね。できないですね。実は、ね、疲弊しちゃうと、あの、やっぱ試合に影響しやすいとか、ですよね、体力が残ってないってことが考えない。まあ、でもどのスポーツもそうですよね。そうですね。オフ中にどれだけトレーニングをして、うん、次の1年の、まあ、体を作っていく。そうですね。ね、オフっていうかみんな休みじゃないか、そうそうそう、休んでんじゃないかと思いますけど、特にゴルフの場合はやっぱスキルが結構物語るところが多いのかなと思っていて、やっぱしオフの時にそういったスキルを身につけたいっていう選手もあるので、やっぱしその本人のどういったオフの過ごし方っていうところに、あのトレーニングしたいのか練習をしたいのかで僕たちもサポートができる体制が変わるので、本人次第が一番大きなところです ね、 そうですね。チームじゃないんで、なおさら。あ、そうか、はい。そうですよね。やっぱゴルフ、こう、僕なんかこうバレーボールをやってたので、はい、まあ見てると、すごいこう、繊細なというか、ちょっとしたズレが、そうですね。こう、大きくこう左右するじゃないですか。はいはい、となると、やっぱりトレーニングとかのやり方もそうですし、うん、まあその後トレーニング終わってから、はいのその体のこう調整みたいなものをちゃんとしておかないと、そうですね。こうなんかどんどんずれてくるというか、何のためにこれ、何のトレーニングしてるんだろう。はい、あります、あります。そうですよね。今そしたらそういったこう、リカバリーみたいな、はい、あの、ゴルフ界の、はい、リカバリーって大事だよね、みたいな動きみたいな、そういうのっていうのは始まってるんですか？そうですね。私はちょっと今年も海外とかに行かせていただいて、はい、まあ国内と国外のところをちょっとトレーナーの、あのリカバリーとかコンディショニングの仕方とかもちょっと勉強させていただいたところがあったんですが、結構やっぱ日本と海外だと、あの環境も違うので、はい、異なるところが多いかなと思います。やっぱ海外の方はそのリカバリー、トレーニングの後に行うことっていうのは結構進んでるというか意識が高い。そうですね。なんかここばかしはなんか文化なのかなっていうところはあります。やっぱり海外はホテルにもジムがついていたりとか、はい、あと個人的にもう高校生から大学生ずっと自分でトレーニングしているような選手も多いので、うん、なんか体動かすのが当たり前っていう習慣があるので、なんか選手に限らずバッグを担いでキャディーさんも一緒になんかトレーニングしたりとかするような感じなので、そこら辺やっぱ日本と面白いなと思います、違いが。